おはようございます。速稼塾の久保です。今日はですね、私のメールボックスからこの Google のローカルガイドっていうのはちょっとクリックしてみます。レベル8のローカルガイドになったということでね、メッセージをいただいております。なんとね、破竹の勢いですということです。確かね、ほんとつい先々月ぐらいだったかな、ローカルガイドレベル7になったところなんですけども、もうあっという間に、レベル8になりましたね。レベル5あたりから、もう結構ね、この世界では上級ということで、Google の本社の方へね、旅費も込みでご招待いただけるということなんで、こちらの方も申し込んでるんですけども、私はですね、もう数年にわたってご依頼をいただいてる、お招きいただいてるんですけど、まだ一回も行ったことないんですよね。では、ローカルガイドの8になるとどういうことが起きるのかちょっと見てみましょうか。まずこちらの方にね、なんか説明されてるんですけども、ローカルガイドレベル8ってここに出てますよね。久保哲郎隠居なったばかりなんで、今15,000ポイント、15,238ポイントということになってますけども、今度ねローカルガイドのレベル9になるのには5万ポイントということで、今まで長年かけてきて15,000になったんですけども、それをね、3、4倍まだエネルギーかけていかないといけないのかなというところですよね。まあ基本的にやることっていうのは、こういったね Google マップに、今 Google マップ見えてるじゃないですか、こちらの方に写真を投稿したり、ね、コメントとかね、口コミをどんどん書いていくだけなんで、そんなに難しいことはないんですけどね。例えばこの伊勢ヶ丘公民館っての見てみましょうか。なんか書いてますかね。公民館ありますけども、あ、私書いてますね。ここにね、久保哲郎隠居って書いてますよね。他にもハローズ伊勢ヶ丘店ってのはどうでしょうか。書いてるかな。書いてないかもしれないですね、私ね。ここで口コミ書いてないとか、書いとかないけんでしょうね、きっとね。で、ちょっとね、珍しいところで言うと、こういうふうにね、八幡神社とかね、あるわけですよね。まあ、いろいろとね、マイナーな施設があるわけなんですけども、その中でも、祈祷院っていうのがありますよね。これはね、宗教法人、お寺かなんかなんですけども、閉山されてるんですよね。で、そこにきちんと、口コミ書いてるということでございます。まあこういうふうに行った先行った先で書いていれば、何かしかのね、評価が得れるということなんですけど、私全国各地、日本もつつうらうら旅をしてますんで、いろんなところにね、なんかこう書いてるんですよね。まあどこに書いたのかちょっと忘れましたけども、いろんなポイントに口コミを書いております。口コミ。まあいろいろね、書くところがあるんですよね。面白い。まあこういうところで Google マップを使ってね、まあいろんな活動ができるよってことなんですけどもね。まあ以前ハワイに行った時は、ハワイの方にもね、あ、もうハワイ見つかんないや。どこなんですかね、ハワイ。これか。オアフ島の方でも、私の方は投稿させていただきまして。ここね、オアフ島。ホノルルとかね、ありますけども。ダイヤモンドヘッドとかね。もっとアップしてみるとどうかな。結構ありますね。ビーチモアナ、ここはどうかな。なんか書いてるかな。書いてないかもしれないな。ハワイでもいろいろ書いたんですけどね、ちょっとすぐ見つかりません、すいません。まあ探してみてください。私ね、結構ね、日本47都道府県ありますけども、すべてのところ、北海道も沖縄も、そして、まあ、海外もね、何箇所かに書いてますんで、まあ、なかなか面白いと思いますよ。私の口コミが多分見れると思います。あ、ありましたね。これが、ヒルトンハワイアンビレッジワイキキで、口コミを書いてますね。はい、評価5でございます。こういうふうに書かせていただいてます。ローカルガイドをレベル5ということで、今回ね、あ、しまった、消しちゃった。投稿させていただきました。ありがとうございます。